ルーカス・ディミトリオス・パパデモスは、ギリシャの経済学者、政治家。2002年から2010年まで、欧州中央銀行の副総裁、2011年11月より、半年間同国首相を務めた。1947年、アテネに生まれる。アテネ高校を卒業後、マサチューセッツ工科大学に学び1970年に、物理学学位、1972年に、 電気工学修士、1977年に経済学博士を取得。コロンビア大学教授、アテネ大学教授として経済学の教弁を取る傍ら、1980年にはボストン連邦準備銀行でシニアエコノミストを務めた。1985年、ギリシャ銀行入行。チーフエコノミスト、副総裁を歴任した後、1994年から、 同行総裁に就任。2002年、欧州中央銀行副総裁に就任。ギリシャ経済危機への対応をめぐり2011年11月に、首相辞任に追い込まれた、ゲオルギオス・アンドレアス・パ・パンドレウの後継候補として、早い段階で、名が上がり、11月10日に連立政権に参加する、全ギリシャ社会主義運動と新民主主義党が、パパデモスの擁立で合意。 11月11日に就任した。しかし2012年5月に行われた総選挙において、緊縮財政を掲げる連立与党は過半数を割り込み、パプーリアス大統領による連立工作も失敗。規定により再選挙が行われることとなり、暫定政権が組まれることとなったが、パパデモスが引き続き首相を務めるというパプーリアスの 提案も財政緊縮反対派に受け入れられず、パナギオティスピクラメノスが暫定首相を務めることとなり、パパデモス政権は約半年でその幕を閉じた。2017年5月25日には車に乗っていたパパデモスが封筒を開けたところ、中に仕掛けられていた爆発物が爆発する事件に見舞われ負傷し、命に別状はないものの病院に搬送された。 この事件では過激派の活動歴のある男が逮捕されている。日米を三局委員会の会員にもなっている。欧州中央銀行副総裁としてギリシャのユーロ参加に尽力した経緯もあって、ギリシャのユーロ圏脱退には反対であり、加盟し続けることによって金融安定、経済繁栄が実現するとの立場である。ありがとうございます。